じゃあ電池を今変えましたんで、ちょっと背面の方練習していこうかなと思います。どうしようかな、モード、アイドアップ2でするかな。3はねすぐ電池になくなっちゃうんでね。でまあちょいちょい人もまだ歩いてますね。まあまだそこまで寒くはないんでね。今電熱ベストも着てないですし、よいしょ、じゃあちょっと録画スタートしての、とりあえず、これはもう背面できる方ですよね。背面できる方で、これからちょっとツイスターしようかなと思っている方用の動画になりますけど、はい、まあ、基本的には、仕方も同じかな。あのさっきの旋回、バック旋回とか、はい、じゃあアイドアップに、でまあフリップして背面しますよね。でそこからまあバックのでテールを進行方向に向けてやりますけど、ちょっと見にくいな。まあ、最初はスピードねゆっくりでもいいですしね。自分も久しぶりなんでちょっと怖いな。はい、戻します。もう怖くなったらすぐ戻す練習もねしないとね。無理にするとね、もう姿勢に見過ごすっていうか、ね、姿勢をね見失ったらもう本当落ちちゃうんで、それだけはね避けたいんでね。これ6軸あったかな、ん6軸あったっけ、あるのね、これ6軸ある、忘れてましたね。でもこれ6軸って背面で6軸の場合どうなるんだろう、正面戻るのかな。2にして背面からの、6軸、おお怖っ、これ正面に戻るタイプなのね。はい、もうほんと最近使ってない、機能なんでね、忘れてましたけど相当怖いね。はい、三軸ですね。で今アイドアップ2のままね、はい、まあ、そんな形でね、さっきみたいにちょっと、ツイスターの練習ですね。まあ、まず背面にして、で旋回、あとはできればねこの眩しくない時間帯にねしないとね、やっぱし姿勢、見失ってしまうんでね、それだけはやっぱしやめた方がいいんで、要はテールとエルロンですね。テールの向きとエルロンで、まあ、マイナスピッチも気をつけながら、まあ、最初はね綺麗な円描けなくてもいいんでね、とにかくこうテールをエレベーターで進行方向、スピードをつけてエレベーターで戻す、エレベーターでね、スピードをつけて、んで、まあ、テールの向きを進行方向に向ける練習ですね。まあ、最初は本当ゆっくりと、まあ、最初はねすぐ戻してもいいですしね、はい、すぐにはできませんので、少しずつ練習していかないと、まあ、落としますし、そうどうしてもね、まあ、あとはその苦手な向きの時、よくこれ今背面だとしてね、この位置とかねこう戻ってくるところ、その時一番難しいんでね、まあ、その時は指のコンでやり過ごす、もう指をね固定すると機体はねそう無理やりね暴れないんでね、じっとその何だ軌跡っていうか軌跡じゃないか、まあその進路をね一定の進路を行くんでね、まず自分の前を通りやり過ごす、してからまた操作を し直すっていう形でね、しないと、まあ間違うって言ったら大抵ラダーの向きを間違うかとか、あとエルロンですね、その2個さえ気をつければ多分、大丈夫だと思います。はい、まあ、自分もねまだこれ、まあ、最近サボってるんでね、もう相当ちょっとビクビクしながら飛ばしてますけど、早く暖かくなればねいいんですけどね、また今日もね風が、まあ、今はまあこの前ほどじゃないんでいいんですけど、まあ、それでもね、2メーター、3メーターは吹いてるんで、おっと、大丈夫かな、はい、
まあ、とりあえずそんなわけで、はい、気をつけて練習しましょう。はい、以上になります。